徳川来正12月3日から1958年12月6日は、紀州徳川屋第17代当主。1917年12月3日、徳川頼貞と、島津忠義の11女、ためこの長男として、東京府東京市芝区八金三高町で生まれる。父の頼貞にとって、唯一の男子であったが、生来病弱であった。 1936年7月18日、母方の叔父である、島津忠重夫妻の北海道旅行に随行して、上野駅を出発し、翌7月19日に、青函連絡線消防丸で、北海道に渡った。北海道旅行は、空知郡上富良野村にある島津や富良野農場の、視察を目的としていたが、他にも北海道庁まこまな市畜場、王子製紙とまこまい工場、 日本製功所室蘭製作所などの見学をする。一方、五稜郭、上別温泉、東屋湖など、北海道各地の観光も行っている。8月2日に帰京するまでの約2週間、愛用する、ローライフレックス44オリジナルで150枚ほどの写真を撮影しており、この中から30枚を選び出して出版したのが、北の旅である。 1940年3月に学習院高等科を卒業し、神戸商業大学に入学。1954年4月17日に父が死去すると家督を継いだ。1958年12月6日、東京都で死去。41歳没。父と同じく、キリスト教式の密葬が行われ、官営地震院に納骨された後、 長方寺の和歌山藩士徳川家墓所に埋葬された。戒名は上昇院連。来生は結婚していたが、子はなかったため、議定の強しがためこの養子となって、家督を継いだ。ありがとうございます。